400m 通過、坂を上がってくる。外からは18番ボスケリーニ、内をついて3番ベルトライレンゼ、ここで残り400を通過。そして外から14番のダノンベルーガ、それを追って15番シャツリアールが来た。そして最初にダベルトライセンでオーストユーバーレーベン、残り200を通過。直後にベラーズルト、さらにはデアリングタカも突っ込んでくるが、先頭は外から15番のシャツリアール、ベルトライセンで間割ってベラーズール、ベラーズールゴールイン、ベラーズールやりました。ジャパンカップベラーズール来てくれたんよ。来てくれたからまた当たったよ。あんたのはあかんかったけどな。それでな、あんたにもやっぱ当たってほしいから、今回なチャンピオンズカップよ。チャンピオンズカップはあんたいつも穴馬ばっかり選びはるから、もう今回ちょっと大穴の馬は花から除外しといたから、あの神のやつ、あんたが踏む予定の神のやつな。だからあんたも今回は当たる思う。だから安心して神踏んでな。よしよし、馬券対決しとるから一応あんたも当ててもらわんと盛り上がらへんのんよ。頼むで。聞いてる？ちょっとちょっと、よし、よし。はい、ということで、チャンピオンズカップワイド 1.1 万円ということで、予想していくんですけれども、12番テオケインズ、これがちょっと抜けた人気になっておりまして、まあ、秋に関しては、まあ、一番人気は必ず買うということでもう決めておりますので、まず1投目は文句なしで12番テオケインズということで行かせていただきます。まあ、で今回ですね、テオケインズ、まあ、ダントツの1倍台が予想されるんですけれども、今年の G1 振り返ってみるとですね、意外とこのダントツ人気というのが少なかったです。春の大阪杯、これがエフフォーリアが1倍台の断然人気、まあ、これはぶっ飛んでしまったんですけれどもぐらいで、今回2回目の1倍台の馬ということになります。で、去年なんですけれども、去年は断然人気馬、あの1倍台の断然人気馬が G1 に出るっていうケースが非常に多くてですね、去年は全部で9回ありました。で、そのうち、まあ、1倍台の馬が無事に馬券圏内に来たのが7回、まあ信頼に足りるんですけれども、問題はその中身でですね、その7回のうち実に6回は人気薄を必ず連れてきているということです。まずは左から大阪杯、これコントレールが断然人気やったんですけども、連れてきたのはモズベッロと、まあ、これ 6番人気ですけど単勝は68倍ですので、まあ、人気薄と。で、続いてビクトリアマイルですけども、グランアレグリアが連れてきたのは、ランブリングアレ、これ10番人気ですね。東京優秀、まあ、ダービーが、これエフフォーリアが連れてきたのが9番人気エステラベローチェということです。まあ、続いて安田記念、これもグランアレグリアが7番ダノンキングリー、8番人気を連れてきてる、
宝塚記念でもクロノジェネシスがユニコーンライオン、7番人気を連れてきて、最後がマイルチャンピオンシップ、まあ、これはちょっと穴とまでは言えないですけど、まあ、6番人気、ダノンザキッドを連れてきてるということです。まあ大昔ですけど、まあ検証も一回したことがあって、まあ断然一番人気馬はよく穴連れてくるということですので、今回のチャンピオンズカップ、帝王ケインズの相手はこの馬です。さあ第4コーナーカーブ直線コースへ向かいました。各馬が坂を駆け上がります。ここで先頭は10番クラウンプライド、クラウンプライドが先頭、13番シャマルが並びかけていく。最内からは1番グロリアムンディ、ライアンムーアが最内をついて伸びてくるが、中からは帝王ケインズ、帝王ケインズが持ったまま上がってくる。持ったまま抜群の手応えで12番帝王ケインズがここで早くも先頭に立った。3馬身4馬身リードを広げる。上がってくるのはジュンライトボルト、ノットルのハピなど、さらに外をついて一気にタガノビューティー、タガノビューティーが伸びてきた。しかし勝ったのは帝王ケインズ、帝王ケインズです。どうだと言わんばかり、これが王者の走り、帝王ケインズ連覇達成。食べる。ちょっと待ってな。これ並べるから待って。はい、ご飯。はい。はい、どうぞ。ちょっと待ってね。ちょっと待って。はい。どうぞ。左へ4つ進む。1、2、3、4、右へ2つ、1、2、これはい、この3頭や。